こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。また、プレステ2ね。パソコンに刺さったままだったからな。じゃ、今回は、あれね。ポン。本当は、違うのを、動画部分まで作って。あとは、セリフを入れるだけだったんだが。それで？長さが、1時間40分ぐらいになってしまってな。それで、これね。出た出た。この、表示わかるか？すでに、ファイルの入ったメモリーがあるのね。うぷ主が、当時遊んだデータが、ロードされたぞ。メモリーが見つかった？セガ、AM2。いや、本体に刺さっていたのがこれだったぜ。じゃ、うぷ主が、プレステ2で遊んだ、最後のソフトかしら？かもな。始まった。この、バーチャファイター4エボリューションの、オープニングは、2種類あるぞ。ブラッドから始まって、新キャラね。二人目は、影だ。影らしいわ。影が飛んだら、三人目、うぷ主大好き、パイだぜ。うぷ主、パイの演舞に大興奮ね。うぷ主、永瀬玲子にも演舞させたいぜ。なんて、変態なことを考えてると。四人目、親父のラウの登場だ。仲良くしなさい。いきなり、五人目、霊が幽霊みたいに立っている。次、6人目、葵が、ぶりっこするぜ。次は、まあ、7人目は、アキラだよな。アキラは、葵に投げられるけど、やり返さないのね。8人目は、アキラと仲良しになった、ウルフだ。最後に数に入れているのかどうか、わからんだ。ズラルだわ。これが、1種類目だぜ。疲れたぜ。やっぱり、スタートボタンを押したらダメなのね。あかん、2種類目が見れなくなるぞ。慣れたけど、ここ長いわ。プレゼンテッド、バイ、セガ。ここ、かっこよく、ナレーションが入るのね。入るようになったな。これも慣れたけど、長い真っ暗な、ローディング。これ、最初、ジャッキーはわかったが、もう一人わからんかったぜ。いや、コスチュームが変えられるのよね。コスチュームってか、髪型やいろんなアイテムもだったな。バーチャファイター5系も同じね。リースボーツなんか、ネットでセットで買えるもんな。それにしても、この二人、いつまで戦ってるの？ちょっと、長すぎるな。やっぱり、ここが、バーチャファイター3なら。笑えるリングアウトしまくりで、楽しめただろうな。うぷ主、相変わらず、バーチャファイター3、大好きね。それだけ、バーチャファイター4系が、よくできていようと。うぷ主は、バーチャファイター3が最高と思っているぜ。まだかいな。決着はつくのか？終わった。決着、ついてないよな。こういうところが、無駄に、めっちゃ長いわよね。ローディングも兼ねているのか？かっこいいけどね、長すぎ。長いって。また、セガのロゴ。わかったて。AM2。そろそろ、次のオープニングだぜ。一応、ジュラルを数えず、9人目から数えるぜ。当然、今度も、新キャラの、ここから出てくるが、ブラッドと違い、名前は今は出ない。なんて？わからん、なので、9人目は、ベネッサだ。10人目は、サラだぜ。サラ、かっこいいわ。永瀬玲子が、かっこいい。無視。11人目、新登場。なんや、ロマンのかいな。12人目は、意外に人気のあるらしい、リオンだ。微妙ね。はい、13人目で出ました、ジャッキー。うぷ主は、できたら戦いたくない。14人目は、意外と美味しいところで出る、ジェフリー。ジャッキー、死んだんじゃない？ここで、やっと名前入りで、15人目で、ゴー。あれ、アキラ、さっきのも出てなかった？まあ、主役だからな、ジュラルも今回は出ないし。疲れたぜ、15人、ジュラルを入れると、16人。
バーチャファイター5で、また増えるけどね。まあ、今回も、アーケードモードから久しぶりにやってみるが。SEGA AM2。はいはい。最初に、昔、ウプ主が使ったメモリーをロードしたろ？したした。って、ことは、ウプ主がコスチュームやらをカスタマイズした。パイがいきなり出てくるわけだ。どんなパイが出てくるか、楽しみだわ。いや、それが、ウプ主は全く覚えてなくて。多分、センスのかけらもない恥ずかしい格好だろうと。メモリー内を調べてみたぜ。リプレイが保存されてたら、わかるわね。あった?3年って、令和3年じゃないわよね。当然、西暦2003年だぜ。21年前じゃない。当時の、ウプ主のセンスを見るのは、めちゃくちゃ恥ずかしいぜ。それに、3月22日って、ソフトの発売が、3月13日だから。ウプ主、絶対、発売当日に買って、やりまくったわね。21年前の、ウプ主、買って、すぐやりまくったんだろうな。もう、アーケードモードやって、試合が始まって。いきなり、ウプ主の、21年前のセンスを笑おうぜ。なんか楽しみなような、怖いような。キャラクターセレクト画面では、わからないのね。リングネームや、段位、や勝敗数は出てるから。リングネームは、恥ずかしいんで、ぼかし入れよう。ローディング。始まった。パイがどんな格好か、怖いぜ。なんじゃ、こらー。なんで、メガネかけてんねん。おまけに、レンズに色入ってるし。これって、金色のコスチュームよね。レンズに色入ったメガネに、金色のコスチュームって。やっぱり、21年前の、ウプ主のセンスは、壊滅的だぜ。ウプ主、e スポーツでも、コスチュームや。髪型変えてるけど、だいぶこれよりいいわ。ウプ主、20年近くかかって、少しは人並みになったかな。でも、リングネームを考えるセンスは、ここでも、ぼかし入れるくらい恥ずかしいが、e スポーツでも、センスないぜ。そうかもね。なんて、言ってる間に、さらに勝った。この、ステージは、ジャッキーだな。ステージ1に続き、ステージ2で、僕主の苦手な手紙で、ジャッキーだぜ。それより、ぼかしの入った、リングネームが気になるわ。ウプ主的にめちゃくちゃ恥ずかしくて、ある意味、悲しいリングネームだぜ。そうなのね。ソフト化したばかりで、625勝、270敗なのね。21年前の、ウプ主、ゲームやりすぎだな。やっぱり、ウプ主、若かったのね。21年前だからな。なんか、ウプ主のパイ、宇宙人みたいだわ。もう少し、なんとかならんかったんかな。あなたには夫婦が足りないわ。ウプ主、こうやって見てると、21年前の、若かった頃を思い出してるんだろうね。昔の歌を聴くと、当時のことを思い出すのと同じだな。今じゃ、ゴーも見慣れたわね。この頃は、ゴーと、ブラッドには、専用のステージがないんだな。そうだったみたいね、もう忘れたわ。ウプ主の戦い方は、変わっていないな。もう、それは、もっと昔からだね。せやな。まだ、ステージ3だったのね。バーチャファイター4エボリューションも。バーチャファイター4みたいに、全員と戦うのかしら？バーチャファイター4の、13人全員と、ブラルはきつかったな。まあ、あれから2人増えて、オープニングも、2つに分けたくらいだから。バーチャファイター3みたいに、全員とは戦わなかったと思うぞ。そうだよねー、2人増えて。15人と、ジュラルはきつすぎるわよね。ステージはいくつまであるんだろう？なんて、21年前だし、忘れたなー。まあ、ウプ主、コンティニューなしで、ジュラルを倒せ。今、ベネッタと戦ってるな。ここみたいな、暗いステージじゃ。ウプ主のセンスのない、金色のコスチュームが見やすいわ。見えてるぜ。しかし、ダサすぎるな。見えてるわ。ウプ主、ステージ4だし、勝てるだろう。バーチャファイター4も、飛び出したけど。
画面右下のステージの表記が0、4ってなってるから最低ステージ10はあるんだろうね。そういや、ステージは10とボーナスステージだったようね。それでも、多めね。まあなあ、勝ったわね。うぷぬし、ほんま、色付きレンズのメガネはやめろ。何を考えたか、わからないわ。ここは、影かな？そうだな。これも、バーチャファイター4と同じ。ナオミ通気盤でしょ？そうだぜ、正確には、その移植版だな。じゃ、対戦自体はほとんど同じ感覚なのね。一応、少し進化しているらしいが、うぷぬしレベルじゃ、わからんぜ。だろうね。移植といえば、バーチャファイター4系は、各方面で、移植度が絶賛されてたわね。当時、完璧な移植、なんて言われてたな。それに対し、バーチャファイター3は、移植度に結構イチャモンがつけられてたわね。そうだよな、うぷぬし的な、なんの文句もないんだがな。うぷぬし、大好きだからねー。あえて言えば、未だに、ドリキャスでしかできないのだな。まあ、うぷぬしが生きている間に、地球上に、注意しても動くドリキャスが、一台もなくなることはないだろうがな。セガもハード仕様から撤退したんだし、バーチャファイター2みたいに、プレステ系に移植したらいいのにね。ま、あとあと安心だよな。前回言った、うぷぬしはたどり着けなかったが。今、ゲーセン系、バーチャファイター3の通信対戦かが、できるようだから、目がないことはないな。確かにね、バーチャファイター3を知らなかった層に人気が出たらね。うぷぬしも、まだまだ、目が離せんな。なんてうちに、影が終わって、今ステージ6の青いよ。まあ、何かと、安定の青いだな。やっぱり、青いがデフォルトの、いかにもってコスチュームなのに。21年前の、うぷぬしの回のコスチュームが、色がやたら気色悪いぜ。青いと一緒だと、余計にね。うぷぬし、センスないな。だから、色の入ったレンズのメガネもやめろ。あなたって全然変わっていないのね。お、突然始まるミッションだぜ。あ、思い出した、あったわ、あったわ。1ラウンドも取られるな、だってステージ7だけど、うぷぬし特有のジェフリーだから、いけそうね。いけそうだな。ジョリーじゃなさそうだけど、1ラウンドは取ったな。ステージ7はやっぱり強めね。次も取れよう。あら、いけいけ。おいおい、あー、ダメだ。よっしゃ、取ったぞ。ミッション成功。何もらえるのかな。もっとええもん。あなたには夫婦が足りないわ。あんなもんかな。ステージ8は寒そうなイオンね。キャラクターの出てくる順番はランダムだな。このステージでうぷぬしの回のコスチュームが保護色みたいになってるわ。コンセプト対応の軍服みたいだぜ。勝てるな。ゲッツ、当たったエフェクトが反射してるぞ。うぷぬしは、この道のステージ用に考えてなんかないわよね。当たり前だぜ、単にセンスが欠如しているんだな。うぷぬし、いい通りがないんだろうね。同僚や嫁が、モンクレールのダウンをつけても。うぷぬし、ユニクロしか着ないからな。あ、いるいる、そんな人。か、と思ったら、自分の車には、コンチネンタルタイヤしか入れない。
結局、うぶ主、変わったやつってことね。10年早かったわね。だな。ジオンの次ステージ中は、ブラッドモッツ来たな。一応、新ステージ。偶然か必要なのか知らんが、新キャラは2体とも出たな。そういう仕様なのかな。そうかもな。うぶ主、勝った。ブラッドが、新キャラで出てから、結構タフが、うまいプレイヤーが使ったら、うぶ主の場合なんか。相手は、6人ガードしていないのに。こっちは、パンチもキックも、一発も当たらず負けることあるよな。うぶ主、プレイヤーによっちゃ、アイリーンでも一瞬で負けてたわ。そうだな。10年早かったわね。ステージ中は、パイね。よりによって、ここで、パイか。あ、ファイナルステージってどうしよう。じゃ、10人と、勝ったらブラルと戦うんだな。やっぱり、全員とは戦わないのね。バーチャファイター号の、13人全員には参ったくな。そうよね、これも、全員なら、15人だもんね。ファイナルステージが、パイってのがめちゃくちゃ嫌だが。なんとか、うぶ主、頑張ってるな。デフォルトのミーティーパイのコスチュームが、普通に見えるわ。見えてるぜ、あ、うぶ主、勝った。おお、次はボーナスステージよ。ここまでは、コンティニューなしできたな。あなたって全然変わっていないのね。プラルに勝ちなさい。これも、バーチャファイター4と同じ、うぶ主には見えないのか？ああ、ボーナスステージで、ミッション出た。うぶ主の目じゃ見えない相手に。4回、カウンターなんか、取れるわけないやろ。ミッションに関係なく、大グラル戦で。カウンターなんか考えてると、絶対負けるわよ。うぶ主は、ミッションは考えず、勝つことだけ考えろ。うぶ主、一本取ったわ。まあ、しかし、見えないぜ。バーチャファイター4の時も同じだったが、もう、死になったら、ブラルを見せ。盲目的に暴れまくるみたいな感じになるな。勝ってるか負けてるかは、上のページの減り方で。あとは、いけたような金属音が頼りだな。なるほどねー、ページじゃ、いい勝負みたい。ほら、うぶ主、勝ったわ。おお、ミッション失敗なんて、どうでもいいぜ。10年早かったわね。エンディングね。バーチャファイター4より、フォントがかっこよくて、それっぽいぜ。ムービーも、かっこいいし、確かにそれっぽいわ。それより、うぶ主、当時0点で、エンディング見てたの？いや、そこがな。バーチャファイター4も、そうなんだが、エンディングを見たくても。当時は次から次から、大戦で乱入される状態だったから。うぶ主は、見たかどうか記憶にないぜ。VF ネットだもんねー。それに、うぶ主、当時はもう学生じゃなく、仕事してたからな。平日の午前中に、停戦なんていけないもんねー。だから、うぶ主、停戦で空いてる状態なんて見たことないぜ。そうだよねー、当時の停戦は今とは全く違ったからね。停戦だけじゃなく、ボーリング場のゲームコーナーや。当時は、そこら中にいっぱいあった。代償すべてのセガワールドなんかでも、バーチャファイターの筐体が置いてある一角だけ。さらに独特の雰囲気を出して、盛り上がっていたしな。うぶ主だって、仕事の帰りに、帰り道だけじゃなく、遠回りしてでも、いろんなゲーセンに寄ってたわ。21年前の、うぶ主が、あの恥ずかしいパイを作ってしまう。当時は、そんな時代だったんだな、懐かしいぜ。もう、今はゲーセンじゃなくて、家で世界中の人と、ネットで対戦する時代なんだよね。だな。ということで、うぶ主が実際見たかどうかわからん。エンディングも終わりだな。
やっぱり、瀬川、サンキューフォープレイングが出て気持ちいいね。そうなんだぜ、このフレーズは、ユーザーとして嬉しいな。ゲームオーバー。当時、大コンピューター戦で、この画面見たことなかったな。それくらい、みんな、対戦しかやってなかったわね。一応、上書きしてやるか？はいはい。次は？おまけで、プレステ2版、バーチャファイター4エボリューションは、やっぱり、クエストモードだよな、ということで。これまた、同じ、21年前のセーブデータの続きからやるぜ。うぷぬし？当然、あのファイね。地図上の、各瀬がワールドを回るぜ。テンポによって、逆走というか、強さが違うのよね。今回は、久しぶりなので、勝ちやすい逆走のテンポに行く。うぷぬし？昔、ここで優勝してるね。ということは、相当弱い客層ということだな。都内レベル無理、だって。ベネッサ4。あー、また、この通りね。慣れたくないが、慣れてきたな。うぷぬしは、中段で、相手は9球ね。うぷぬしが、最初の、10球で入っても、多分勝てるぜ。確か、めちゃくちゃ強い相手が集まる設定のテンポでは、うぷぬし、21年前も、まだ全員に勝っていないはずだぞ。じゃ、うぷぬし、まだ遊べるわね。うぷぬし、また、やってみるか？救急のベネッサには勝っていきそうね。勝てるだろう。しかし、この、うぷぬしの際は、視聴者の皆様方も、さぞかし不快だろうな。うぷぬしの21年前の、ファイルをロードした後、デフォルトに戻せばよかったね。そうだな、出てきて、ビビった後、やればよかったぜ。視聴者の皆様方、大変お見苦しく申し訳ございませんでした。当たり前だけど勝ったわ。ガッツポーズとセリフを決めていると、ひたすら、乱入してくるぜ。そうだったわね。今回は、争奪戦だな。ああ、ゲーセンでも、出たわね。おう、乱入してきたのは、ダイやないか。中級の設定のパイだけどね。ま、てな風に、なかなかやりがいのあるモードだな。そうね、確かにゲーセン感覚ね。まあ、今は家庭でもネットに繋ぐから、いろんな人と対戦するのが、普通になったがな。時代は変わっていくわね。将来はどうなっていくのかな。将来のことに思いを馳せるのもいいが、今回はプレステ2版が発売された21年前や、ゲーセンで稼働しだしたその半年くらい前の当時の自分に思いを馳せるのもいいぜ。そうね、あの頃の生活の全てが思い出されるわ。うぷぬし的には思い出した全てがいい思い出ではないようだがな。そうなん。まあ、うぷぬしのことは放っておいて、そろそろ、今回は終わりにしよう。バイオ、リングアウトさせたことだし。では、ご挨拶をしよう。はい。今回の動画は、これにて終了です。うぷぬしが、21年前に作った、バイで、不愉快な思いをされた皆様、申し訳ございませんでした。それにもかかわらず、最後までお付き合いしていただいた皆様方、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストがございましたらコメント欄に。全然変わっていないのね。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただき大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。戦えるわ。ゲームオーバー。